これはまさに不死身のドライブシュート。完璧に防ぐ方法はありません。さあ早く来い翼、ドライブシュート、このわしが何発でも受けてやりたい。くそ。さあ翼くん、もう一度シュート対象に入った。あっとあっと、これは体勢を崩した。翼、翼くん、おっと翼くん懸命にパス。なに、これが翡翠くんに通った。頼む翡翠、タッチ翼。よし行くぞタッチ、残り時間は少ない、これがラストチャンスだ。よし翼から奪ったこのボール、必ず平戸ゴールに叩き込んでやる。ついに力尽きたか翼くん。さあ南葛、攻めるのは翡翠くんとタッチくん、この二人しかいません。その二人なら大丈夫だ、軽くパスカットできるぜ。これ以上馬鹿にされてたまるか。行くぞタッチ。おあっと、これは翡翠くんタッチくんのコンビプレー、きれいなワンツーリターンが見事に決まりました。翼くん同様、体の痛みをこらえ頑張る翡翠くん。頼む、翡翠くんとタッチくんの前にはキーパーと児童くんだけだ。さあついに2対2になったぞ。しかし最後のフィールドプレーヤー児童くんが猛然と襲いかかってきた。もう一度吹き飛ばしてやりたい。次、危ないこっちだ。俺に構うな、このまま走れ。え、ゆうちゃん次どうしろか、わしと差しで勝負する気か。容赦は全体。わっと、奇跡軍なんと児童くんを抜きだ。しかし、これは無謀と言える作戦。くらえなんと奇跡軍、児童くんの足の間を体ごとすり抜けた。そして右へ振った、そこには大金が走り込んできた。シュートだ、決まった、ゴール やったやったぜ次大金、勝ち越した。タイムアップ1分前、南葛ついに逆転しました。そしてこの4点目を決めたのは翼くんではなく、翡翠くんのアシストによる滝くんのゴールでした。ナイスコンビプレー南葛。みんな何しけた面しちょる。キャプテン、しかしあと時間は1分しか、もうダメです。あと1分だろうが10秒だろうが、試合はまだ終わっとらんわい。わしらは九州男児、平戸魂を最後まで見せちゃるたい。燃え上がれベスト4。さあもう時間はほとんど残っておりません。あとはロスタイムを残すのみです。いけさあ、南葛、ガッツマン、石崎くんが佐野くんを止めに行く。これは佐野くんのテクニックが一枚上だ。さあ、佐野くん、ドリブルで上がる。児童くんも上がってきた。平戸、これが本当のラストチャンスだ。あと、ついにここで試合終了のホイッスル。平戸、最後まで諦めずに反撃しましたが、得点できず、ついにタイムアップ。やった、試合終了だ。やったぞ。南葛、かろうじて勝ちました。苦戦を強いられながらも南葛、これでベスト4進出、史上初の3連覇、大会 V3 まであと2つ、あと2勝と迫りました。キャー、勝った勝った、翼先輩が負けるはずないもん。やはり南葛が勝ちましたね、若島さん。うん、さあ小池翼、今年こそ一本のシュートも許さんからな。平戸中学、初出場ながらよくここまで王者南葛を苦しめました。しかし
前半の3点のリードを守りきれず、ついに力尽き、ベスト4進出はなりませんでした。それにしてもその3点差を1人で返した翼くんのドライブシュート、まさに圧巻でした。そして決勝点は南葛のチームワーク、木杉君、太樹君のコンビプレーで挙げた1点、最後は理想的な形のフィニッシュで南葛が準決勝ベスト4進出を果たしました。やっぱり最後はチームワークがものを言ったな。ああ、よし、これで明日の見出しは決まった。本当、久しぶりの負けたい。負けるのは悔しかばってん、なんだか今はすがすがしい気持ちたい。さあ、みんな立て。ジト、立たんか、佐野。キャプテン、俺は悔しいよ。3点のリードが守れなかったんじゃ、わしも悔しかたい。泣くな、佐野。お前にはもう1年あるたい。来年もここに来て、今度こそ優勝するたい。はい。さあみんな、わしらはもう負けたんじゃ。潔く引き上げるたい。はい。よくやったみんな。わしは満足だぞ。今ベンチに引き上げる南葛平戸両イレブンに対して、その健闘を称える拍手大歓声が湧き上がりました。誠に素晴らしい光景です。ひろし君、喧嘩ばかりしてたあなたがここまでやると。ひろし君、見直したわよ。よくやったわ。ゆかり、どうよ。平野、敵ながら頑張れ。先輩、そうだそうだ、よくやったぞ。これでベスト4が揃ったってわけだ。でも東方の北詰監督はなぜヒューガを使わないんだ。ファンだって待ってるはずだ。よし、明日の一面はこれで言ってやる。ん？どうだい、トートさん、なんかいいネタあったかい？ダメダメ、何も。大空翼のドライブシュート、共同さんと同じで行こうかと思ってたんだ。またまた、トードさんは試合に出ないヒューガ、これで行くんだろ。え？とぼけたって知ってんだぜ。オタクがヒューガを追ってんの。まあ、とぼけるのはお互い様だろ。そういうことだ。この怪我でよく3本もシュートを決められたもんじゃな。先生、明日も出ますよ。わかっておる。しかしここじゃなんだな。どうじゃ、うち来んか。先生のお宅にですか？ちっぽけな病院じゃが、うちに来れば薬もいろいろ揃っておる。はい。ん？おいこら、いい加減にせんか。はい。よ、ジト。よ、柔道部か。おお、相撲部も剣道部も一緒か。うん。今日は残念だったな。ところでよ、今度は俺たちの方頼むぜ。大会も近いんじゃ。頼む。な、ジト。頼むジト。翼、わしはサッカーするんは1年だけと思うとった。バッテン、やめられんごつなったばい。え？お前ぞ、お前ば倒すまでわしサッカーをやめんけん、そげん誓ったばい。翼
児童君。うん。キャプテン。名物男がまた一人グランドから去っていくの。はい。今日の平戸戦はしんどかったな。うん、一時はダメかと思ったぜ。ああ、おかげで腹がペコペコさ。あ、翼はまだあの先生のところから戻らねえのか。うん、さっき病院から電話があった。はあ、それで今夜は先生のところに泊まるんだって。え、泊まる？そんなに悪いのか？さあ。さあって気にならないのか、翼の件が。あ、気になるけどさ、でも先生は明日の富良野戦には出られるって言ってたぜ。うんうんうん、うまい。おいおい、志崎、翼の怪我よりおかずの方が気になるんじゃねえのか？バロー、俺はな、心配事があると腹が減るんだよ。まあ、俺たちがごちゃごちゃ考えても仕方ないよ。翼の怪我のことは中田先生に任せるしかないんだからさ。うん、だろう。だからこうやって翼の分まで頑張ってんじゃん。ちよく言うよ。まあ、とにかくここまで来たんだ。翼の分もみんなで頑張ろうぜ。あ、分かったか、石崎。松山、いよいよ明日だな、大空翼との対決。うん、でも今日の試合で分かっただろう、南葛は翼だけじゃない。チームワークの取れたいいチームだ。うん、でも俺たちはチームワークではどこにも負けない。そうとも。負けるはずはないんだ。明日俺は翼を徹底的にマークし、奴の動きを封じてやる。松山君、いいわね、よしこ。お父さんはもうアメリカに行って仕事に入っているんですから、私たちも一日も早く向こうに行ってあげなくてはならないのよ。約束通り、サッカー部が勝ち続けている間は日本にいてもいいわ。あなたもマネージャーとしての仕事があるんだから。でも残念だけど、富良野が負けたら今日にでもすぐ出発しますからね。はい。神様お願い、明日も松山君を富良野を勝たせてあげてください。あら、よしこ、決心がついたの？え、そのロケットよ、いつか言ってたじゃないの、松山君に渡すんだって。ダメよ。どうして？富良野の力はチームワークよ。松山君一人にあげるわけにはいかないわ。じゃあ黙ってアメリカ行ってしまうつもり？それでいいの、よしこ。私は嫌だわ。アメリカ行っちゃったら今度いつ会えるのかわからないのよ。伝えるべきよ、自分の気持ちは。何これ？鉢巻き。こう頭につけるやつ？つけてもらおうと思って。へえ。あら、松山君の背番号が刺繍してあんのね。うん、よしこにしちゃ上出来。アイデアショーもんよ。松山君喜ぶわ。よしこの気持ちも分かってくれるわよ。そう思う？絶対よ。よかった。みんなの分も作っちゃった。結構大変だったわ。松山君だけじゃないの？だって富良野はチームワークが売り物でしょ。そりゃそうだけど。
よし、そこまでだ。いいか、ヒューガのいない東方なら俺たちは必ず勝てる。マークするのはたけしと若島津だけだ。あの二人なら任せてくれ。長所も欠点もデータは全て頭に叩き込んでやる。うん、よし、そしてあの二人に俺たち明和東の本当の意地を見せてやろうじゃないか。ああ、地元の明和東を捨てて東方にサッカー留学をした奴らだ。負けてたまるかよ。なあ、みんな。そうだろう。よし、沢田武史、若島津健、今頃ちんたら眠りこけてんだろうが、明日になって泣きっ面かくなよ。あと一試合、あと一試合、何が何でも日向さんなしで勝つんだ。おい、見ろよ、乗ってるぜ。昨日の大空翼のドライブシュート。どれどれ。なるほどな。こんなに急カーブで落下したんじゃキーパーも取れっこないよな。おい、こっちは日向小次郎の記事だ。日向は今日も出ねえのか。多分な。あ、ということは大空翼と日向二人とも出ねえってことか。ああ、かもしれねえ。何しろ大空翼は肩と足が相当ひどいらしいからな。おお、南葛のバスだ。やっぱりいないぞ大空翼が。翼のやつまだ来てないのか。おいおい、大丈夫なんだろうな。誰か先生に電話してみろよ。大丈夫、まだ試合までは十分時間があるんだから。でもなあ。ああ、翼どうかしたの。気象心配させやがって。翼さあ、今日も頑張っていこう。ああ、いや、なんかよかまねえじゃん。30分も前から練習やってるのよ。け、俺たちの試合は東方明和東戦の後だっていうのにご苦労なこった。でも東方明和東戦は見るんだろ。俺たちも少し練習しといた方がいいんじゃないのか、翼。うん、練習はともかく軽く体ぐらいだらしておこうぜ。よし、行くぜ。どうだみんな、少しは体がほぐれたか。みんな集まれ。はい。とにかく今日が今大会最大の難関と言っていいだろう。明日のことは考えるな。この一戦に全力を挙げるんだ。はい。怪我をしているとはいえ、南葛の中心はやはり大空翼だ。だからこそ翼さえ抑えればなんとかなる。そのマークは松山。はい。頼むぞ。はい、任せてください。頼むぞ。分かったよ。よし、じゃあ例によって試合前のスタミナドリンクでも飲むか。はい。マネージャー。あ、お？よしこ、今さら何よ。でも。どうしたんだい、マネージャー。実はよしこ、みんなにハチマキを作ってきたんです。ね、マチコ。ハチマキ？はい。でも、どのチームもハチマキなんてしてませんから。どれどれ？へえ。これだけ作るんじゃ大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカへ行っちゃうんだったよな。ええ、そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってくれたんだ。今日はこれを締めて試合に出ようぜ。さあ、これで勇気100倍だな。別にかっこ悪くないよな。はあ、だっていいじゃないか。よしこ、一本ずつにみんなの背番号を刺繍したのよ。え、本当だ。ちょっと貸して。はい、よしこ。あとは
私が配るわ。はい、小田君。はい、松山君。あ、サンキューマネージャー。神様お願い、どうか松山君を勝たせてあげてください。よし、翼、俺は絶対負けないからな。みんな、フラノは絶対勝つぞ。はい。